ベネトン B196 は、ベネトンフォーミュラが1996年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ロス・ブラウンとロリー・バーン前年度のチャンピオンマシン B195 をベースに正常進化させたモデル。チーム初のダブルタイトルをもたらしたミハエル・シューマッハが、フェラーリへ移籍し、シューマッハと入れ替わる形で、ジャン・アレジとゲルハルト・ベルガーを迎えた。 デザイナーのバーンは、シューマッハスペシャル的な、尖ったマシンから、ドライバーフレンドリーな方向への修正を目指したが、うまくいかず、アレジとベルガ側は、ドライビング面で苦戦を強いられることになった。レギュレーション改定により、コクピット両脇に、プロテクターの装着が義務化された。ベネトンは、企画通りにプロテクターをデザインした結果、インダクションポット周辺の気流が乱れ、 エンジンの吸気効率が悪化してしまった。とりわけ、上身のベルマーはヘルメットの位置が高くなるので、コクピット内部を作り替えなければならなかった。セミオートマチックギアボックスは6速から7速に変更された。結果的に、この年は1988年以来となるシーズン未勝利に終わる。両ドライバーは検討を見せたものの、モナコ GP ではアレジが、 ドイツ GP ではベルガーがそれぞれトップに立つものの、マシントラブルによりノーポイントに追い込まれるなど、信頼性の面にも問題が見られた。ありがとうございます。